ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こんばんは、ストーンズ田中樹です。です、ジェシー。逆だね本来人はジェシーですって言います。いや、ダメとは言わないけどね。申し訳ない、ダメとは言わないけど、申し訳ないじゃあ分かってるけど、はい、そんなに怒ってないから。怒ってる？じゃあ怒ってないから、申し訳ないとは言わなくていいから、はいはい、何それ、デスジェシーって言ってる。デスジェシーめちゃくちゃ強いって言ってるねえ、ラスボスの1個手前ね。1個手前か死のジェシーね。そう、めっちゃ魔法使うタイプの、ね、いや使うね。そう、うん、デスジェシー、ラスボスの1個前デスジェシーラスボスの1個手前で、そいつにめっちゃ手こずるあれでレベルアップしたらラスボス意外と簡単にクリアできちゃったっていう時のやつね。そっちのパターンだけどむずいということでね。デスジェシー始まりましたけれどもデスジェシー死のジェシーねお願いします。はい、ということで、まあ今なんか、はい、その YouTube で謎のバンが発生してるらしいんですよ。なんでですか？バンっていうのはその、まあなんかそのアカウントが停止というか、うん、なんか消えちゃう、見れなくなる、そうそうそうみたいなやつなんだけど、そのアカウントに関連性、あのバンになったアカウントに関連性とか特になくて、うん、何もしてないのにスパム判定で誤ったバンが相次いで発生してると。はい、なんか5番っていうやつだね、間違った番ってやつなんだけど、やばいね、これ怖すぎない？いきなりでしょ、だってこれマジ怖すぎんだけど、いきなりみんなありえる。そうなのよ。いや、なんかさ、その何もしてないんだって、普通にしてたのに急にバンされるから、怖っ。俺たちの YouTube 大丈夫だよね。いや、だからそういうことだよね。いや、そうなの、もしかしたらめちゃくちゃいろんなスタッフがチェックし、何人もの YouTube のスタッフがチェックして、うん、マネージャーもチェックして、はい、で上がってますよ。でも何もしてなくてもバンされるわけ、怖くない？なんで？だから誰かがやってんの？いやー、どうだろう、そのなんかシステム的エラーなのか、うん、何なのかとか分かんないけど、解消されてほしいね。いや、もし俺らのがだよ、バンされたら、はい、これ知らない人たちに、え、なんでなくなったのかなるよね。なんでなくなったと思うんだろうね。なんかしでかしたみたいなとか、うん、なんかね、それこそなんかグループも解散すんのかみたいな、なっちゃうよね。いや、わかんないけど、そのまだ、あとはなんかその良くないコンテンツ動画があったと思われちゃうかだよね、うん、かなんかサプライズって思うのかね。なんかそのだから、俺事務所のエントランスみたいな場所でスープからラーメン作った動画が問題視されてとかそれでバンされたって思う人がいるのだ、ね、あそこは作っちゃダメでしょみたいな、非常識な行動だと認定されてバンされたんじゃないっていう噂が広まったりとか。いや、でも今そういう風になんか誰かが言い出したら広まったりするじゃん。やばいじゃない。いやいや、それか最近出したその古着屋の動画で、最近だな、あの 俺がね、うん、選んでたさ、なんかシャツみたいな服を、ね、いつの間にかキョモが勝手に強奪して自分のものにしてたっていうあのくだりがあったんだけどそれがもうダメだこれは、それがモラルが欠如してるという理由でバンになったって言われるから、やだね、気をつけないとね。これ良くないんじゃないっていうのを AI がやって、AI 判断 でそれでバンされたんじゃないこれっていう噂が広がったりとか。それ良くないですよ、ね、いや、わかんないけど、それがね、可能性としてありえるってわけです。ゼロではないね。怖くないですか？気をつけないと。まあ、気をつけるも何も、ね、いや、気をつけようがないね。だから、うん、5番というか何かそういうものだから。いや、ただ、え、でもさ、あと思い出して、このラジオってさ、あんま YouTube の話してないか俺ら、うん、あんま、なんとなくちょっと話して、まあ、チラッとね、ミュージックビデオとかの話が多いか、どっちかというと宣伝というか、うーん、が多いから、あんま YouTube の自分たちのチャンネルの話ってしたことないんだけど、ね、まあ昨日も動画上がったね、毎週金曜日上げてるけども、はいはい、昨日がそれこそそのね、なんか古着屋で服買った後の次の回で、一応旅のラストの回、そうか、まあ、次金曜の22時だよね、はい、に一応毎週上がってるんだけども、まあね、ただそのエントランスでラーメン作った動画とかみんな知ってるかな、これ、まあ、これをきっかけに見ていただいていいんじゃないですか、ね、何そんなことありえるって今思ってない？あそこだってキッチンじゃないからねそこでね、作らせてもらったけどもあれだってなんか通る事務所のスタッフ全員がなんか今日いい匂いしない、うん、あと俺らが豚骨ラーメン作ったんですよ、はい、で豚骨からこうね、作ったの全部最初から、本当に最初から豚骨をグツグツして作ったんだけども、うん、なんか、え、
なんか朝来た人とかはなんか獣臭くないみたいな。そう、朝6時7時ぐらいからだもんね。そうらしいんだけども、まあ YouTube 俺らどんぐらいやってんだ。どれジュニアチャンネルから。そう ね、 ジュニアチャンネルっていういわゆるうちの事務所のデビューする前の子たちのジュニアのね、そのくくりの中のでもともとやってたんだよね、うん、俺ら。そうで、いろんなグループがいて曜日ごとに担当してて、俺ら金曜日だったんだよね。金曜日だね、ずっと。でだから今も金曜日で上げてるんだけど、もうその時代が18年とかだから、まあ6年前ぐらい、はい、6、7年前だけど、そっから YouTube が流行ったと言っても過言ではない。その前から流行ってました。過言です。めちゃくちゃ過言です。うん、で、あの今は自分たちのね、その SixTONES の公式の YouTube を持ってるんだけども、はい、ね、SixTONES の、そのそれになったのは2019とかか、そのぐらいのデビュー発表した時ぐらいだから、多分だから5年ぐらいになるのかな。4年半とか5年ぐらいになるんだけども、まあなんか割とこうさ、 YouTube ってさ、こういつも決まった、こう例えばヒカキンさんだとヒカキンさんの家がさ、うん、なんかこう決まったソファーの上で背景がね。でも割と俺らってそういうのに比べたらロケが割と多い。ロケ多いね。なんかね、決まった、ちげえよ、ロケって言わねえんだよそれ。ね、なんか決まった部屋とか場所があるわけじゃないから、うん、割とロケが多い。最初でもそう考えてたよね。考えてた、部屋作りたいねとか、ストーンズハウスみたいな、賃貸で借りちゃうかとかいろいろ話したりはしたんだけど、それやろうよ。まあ今でも割とありだなと思ってるけどね、うん、そういう決まった場所を作るみたいなのは。絶対楽しいよ。ちょっと思ってはいるんだけども、まあもしね、そこがさ、こうなんて言うんだろう、バレちゃったりしたらさ、あ、まあそれは大変ね、そのご迷惑をおかけしたりする可能性もあるから、なかなかね、難しいっていうのもあんだけども、いつかね。だから事務所でやるケースがね、はい、多かったんだけども、で今ちょうど今の時期で言うと、そのノープランで、そのアポなし旅っていうロケで、うん、最初電車乗って、電車乗ったね。でそこからレンタカーでこう動物園行ったりとか、なんかいろいろそれこそ古着屋行ったり、うん、で昨日上がったので、餃子食いってたね。餃子食べましたね。っていうので一応そのアポなし旅は終わったのか な、 かな、うん、は終わって、まあ来週からまた違ったなんかそのシリーズものじゃなくて、なんかこうゲームしてみた、ね、何々してみたみたいなのが上がったりとかいろいろしていくんだけども、宇都宮良かったね。良かったね。ね。うん。まあ、気づいたら宇都宮いたみたいな状態だったんだけど、俺らも。本当アポなしのプランロケだったから。結構歩いたよ。ね。めちゃくちゃ歩いたよ。一回道間違えたのよ。そうそうそう。こっちこっちって言ったらみんなどこに行くか分からずずっと歩いて。あ、そうそうそう。で、スタッフさんも俺たちについてくし、俺たちはスタッフさんついてくし。うん、え、どこ向かってんのこれ。そう、アポもノー、あの、プランもないから、どこ行くかとかも全然分かんない。で、一応そういう時ってスタッフさんが、もし困ったらこういうとこは、一応、その、もしかしたら撮影とかって可能ですかって一声かけてるから、自分たちで電話したら行きやすい場所とかリストアップしてくれてんだけど、うん、基本的にほぼ一箇所目ぐらいしか俺らそういうとこ行かないんだよね。そうね。だから今回で言うと動物園とかはアポ、一応、あの、声かけてるから行こうと思えば行けますみたいな状況で、うん、せっかくなら行こうよっつって大雨の中行って、それで服が濡れたから宇都宮の古着屋で服買ったんだけど。いい流れですよ。そう。うん、で、そのまま餃子食いてってなって餃子食うみたいな。うまかったな。回だったんだけども。あと、車中動画も多いよね。車中動画、まあ、せっかくならっていうことでね。そう、移動とかをね、どうしてもじゃあ、千葉の幕張でロケしましょうってなったら、そこ集合にしたらさ、なかなかこう、やっぱ時間も、俺ら、その、6人で集まるのは、ほんと月1回、2回とかいうレベルだから、うん、ちょっと個人がいろいろ忙しくさせていただいてる分。そうね。だから、あの、そこに行くまで、もうマネージャーの車じゃなくて、普段だったらさ、もう常にマネージャーがいてくれるからさ、うん、どんな時も、歩いてる時も車の中も、ちょっとコンビニに行くにもいてくれるから、ってなっちゃうよりは、だったらそこに行くまでも動画回しちゃえばいいんじゃない？っていうのが始まりなんだよね、多分ね。で、時間の有効活用って意味で、そういうのも増えてんだけども、なんかロケでさ、記憶に残ってるロケとかあります？まあ、大体あるけど、まあ、青ジャージ系は楽しいよね。ああ、だから、体動かして。ロケっていうか、その、俺は青ジャージを着てる動画っていうのがあるんだよ。そういう時は体動かしたりとか、なんかその、まあ、いわゆる青ジャージってあの、体操着のジャージの青。うん、あれを着てる回は体を動かす回なんだけども、あれは結構面白いのかな、ね。あれ面白いね。ちょっと前で言うと、キューマス鬼ごっこっていう回があったりとか。そう、それも早くゲスト呼んでやんないと ね。結構いろんな動画があってね。ただなんかガムテープで作られたキューマス、地面にこうガムテープでキューマス作られてて、そこの中をこう一マスずつ移動できる状態。で、こう、スゴロクみたいに移動できる自分で。うん、で、ぴょんぴょん飛んで、同じマスに、鬼と同じマスに入ったらアウト、みたいなゲームがあって。それを一心不乱に2時間ぐらいやり続けた。めちゃくちゃ楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。ね、信じられないじゃん。そんなのをさ、アラサーの成人男性が集まって、ね、
月に1回しか集まれないっていう貴重なタイミングする2時間やるなんて信じられないって思うじゃん。動画見てみ、めちゃくちゃ楽しんでんのよ、俺。めっちゃいい笑顔。ほんと青春の1ページみたいに楽しんでんの、その瞬間の。で、あれ、まあそういう動画はだいたい10分ぐらいになったりしてんだけども。うん、あと、なんだろうな。ああ、俺ロケでよかったと思うの、あれだよ、絆を。あ、絆ね、俺たちに絆はあるのか。はい、絵文字だけで出会えるかどうか。出会えるのかっていう動画があって。あれ結構みんな見てて、泣いてる人もいんのよ。泣いてる人がいんの？嘘、感動して。あ、そう、どういう動画かっていうと、うん、6人でこう、222の3ペアに分かれて、こう、東京の都心で、こう、チリジリに、3ペアが散るわけ。俺は目隠ししてるかどうかわかんないんだよ。で、さあどうぞって言われて、携帯渡されて、絵文字一文字だけで自分がどこにいるのか、自分が何をしようとしてるのかっていうのを、5分に1回だけ送れるの。絵文字一つ、うん。それで伝えて、以心伝心して、出会えるか無事。都心で制限時間内にっていう企画があって。感動的よ。それが数ヶ月前に上がったんだけど、他の動画って大体10分前後なんだけど、俺らなんかずっと長い長尺、いわゆる1時間超えぐらいの動画を上げたいっていうのをずっと言ってて、でその動画を撮った時にこう、まあオチはまあ一応言わないでおくわみたいな人がいる可能性があるからね、すごくいい回だったの。52分だね。うん、すごくいい回だったから、これを長尺動画にしたいとスタッフとマネージャーに言って、でまあいろいろあったんだけども、ご了承して長尺動画にしてもらって上げた動画があるんだけど、それがね評判良くて。よかったよ、ほんとよかった。評判もいいし、自分たちもすっごい楽しくて手応えあったの。あと俺めっちゃ今でも見る、あの動画。見る？見る。いいよね。あと友達と会った時とかにさ、こう家でなんとなく YouTube とかつけたりするじゃん。うん、するね。そういう時に、あ、ちょっとこれ見てよって言って見ると、友達も大体、これめっちゃ面白いって言って、結構そう、大体序盤10分くらい見たらもうハマってそのまま見続けてくれたりとか。あと間宮くんもあれは面白い。間宮見た。なんか、久々に会った一言目が、あの動画いいねって。ああ、やっぱみんないいって言うんだよ。いやー、なんかね、すごくいい動画があるんで、こちらもちょっと。あんた俺のことずっと間違った言い方してる。そうね。これ絶対ジェシーだよって言ったのがまさか違う人だったのか。俺ちゃんとやってるから。結構面白いんだよな。あれなんか個性も出るし。今度地方でやる？俺はね、あれを海外でやりたいですよ。早っ海外で。早えよ。今ってさ、なんとなく土地感あるしさ。あるよ。まあそれが大体ね、三鷹とかその辺のエリアだった。吉祥寺とかね。なんかこう、鷹の絵文字が送られてきたら、あいつ三鷹駅いるんじゃねとかなってたわけよ。うん、じゃなくて、もうわかんないところ。国旗とか。そう、国旗とか、あと海の絵文字送られてきて、ビーチじゃねってなって。ビーチいっぱいある。この辺ビーチどこにあるって聞きたいんだけど、それも英語じゃなきゃいけないとか、その本当によくわかんない状態。で、まあ ELA だよね。ELA で。そういい、ね。みたいな状態とか、なんか、ビルの絵文字を送んで、これどこのビルみたいな。面白い、ね。そう、そういうのやったら、まあ、そうなったら、ほんと、ジェシー争奪戦だよね。俺は、だから日本スタートで。じゃ無理決まってんだろ。あの、高野屋送るから。また見たか、見たかいのって。そうなったら、ジェシー。でも、そんぐらいのことやる。まあ、面白いね。俺は、お前らと出会える。一週間ぐらいかけて。バカか、お前。モーテルとか泊まんの俺。そう、モーテル。安いところね。道端の車ブーンって言って、うん、これ持ってる泊まろうぜ。泊まろうぜ。ゴキブリの絵を食って、うん、あ、今出たんだ、つって。うん、それが、ゴキブリが部屋に出たんだって。それで何がわかるの？いやー、海外も行けると思うんだよね。で、動画は1本ね。1本動画50分、ね。もったいない。動画50分。もったいないな。いやー、っていうのもできると思うんだよね、俺は。あとなんか大変だった企画とかある？これ大変だった。まあなんか大食い屋なんか最近ちょいちょいやったりしてるけど、まあ大食いはね、そうね、まあ大変だし。でもどんどん大食いにストーンズなんかちょっと気持ちが高くなってきてる。いやなんかね、そう、これなら余裕余裕だよっつってさ、小籠包をちょっと前にやったんだけど、いやすごい、マジできつくってな、あれね、あんなうまいのに大食いになると食えねえんだみたいな。そうで、やっぱ大食いの人尊敬する。みんな笑顔で食べんじゃん。いやー、美味しそうに食べるからすごいよね。喋るじゃん、コメントして。あれが信じられない。ね、俺思う。いつも自分が食ってる量って適量なんだなってめっちゃ思う。あれやると。あれやるとね。ね、うん。あと俺大変な、まあロケというか動画だけど。はい、まあこれ YouTube の企画ではないんだけど、うん、このラジオの企画なのよ。あのさ、デビューした年のナビゲーターの時にやったんだけど、はい、34曲ラジオね、ラップ。はーい。このラジオとかでも流れるんだけど、はい、俺がナビゲーターの音楽でさ。いやー、あれはよかったよ。東京有楽町から届ける言葉、俺ら言葉、届ける言葉、スムーズ、みたいなラップ。あれを34曲分のいろんな地方のラップをそれぞれ作った
のに密着してもらった動画がある、はいはいはい、あれはね今でも見てね見て痺れる自分で涙する、うん、ああいいじゃない本当に俺動画上はやっぱりちょっと軽くしなきゃいけないし、うん、編集も俺も、はい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 、本当にきつくないな本当にきつくないなあれどれぐらいでやったんだっけ作ったのあれ1、2週間ぐらいだったっけか、うん、だったよねすごいねで34個、うん、そのね青ソニーあれ俺めちゃくちゃ大変そうだったよねあれねなんか動画やなんかではいけるでしょとか言ってんだけど、うん、本当に大変でさ俺最後3日間マジで1秒も寝てないの。うわ、すごい。でも間に合わなかったの。おだから、ラップレコーディングしながら、そのスタジオで書いたりして。書いてね。トゥルーさんも来たもんね。俺が大変だからっつって、こう、その時、あれだよね、三浦さんね、熊さんとかもいて、ちょっとこう、差し入れ持って来てくれたりして。あれ、ほんと大変です。じゃあ、その海外で。何それ、海外バージョン。海外それも海外で。海外の俺、うん、海外のやつやんの？チリとか。ニュージーランドとか。チリの俺ラジオ局に向けてる。やるやるやる。俺ほんと、俺マジ1ヶ月ぐらい寝れないよ、多分。いけるいける。いえ、チリ、俺ジュリーっつって。つまんない。それ流してくれる放送局あるわけねえ。あるよ、優しいから。ぜひこれをって言って持ってくるんでしょ。舐めてんのか、お前って言われるよ、お前俺。でもそこまで行こうよ。いや、それはほんと、絵文字のやつだけにしてほしい。絵文字だけでいい。いや、あれはでも大変だったな。いや、あれかっこよかったね。あれとかを、だからそういうのがさ、動画に残ってるとやっぱいいね。まあ大事だよね。思い出もう残ってるけど、ちゃんと形にも残ってる。し、やっぱそれを知らない人とかもそれを見るとさ、あ、ジュリこんなことやってたんだとか、うん、ストーンズこういうことやってたんだってやっぱ振り返れるし、俺素敵だなと思うのよ。いいですよね、YouTube。そう思うとなおさら5番めっちゃ怖くない?5 番やだね。せっかくあんだけ頑張ったのに。こんだけ上げてきて、俺34曲これ、なんかあった時とかに、これ見てよぜひ、俺頑張ったんだよってなったやつが、全部、なんもやってないのにパンって切るでしょ。めっちゃ怖くない?嫌だな。嫌だよね。ちょっと怖いよね。まあでもそれは考えないで。まあね、まあ、多分、バンになってないチャンネルの方がもちろん多いからね。もちろん。うん。だけども。はい。ということで。まあ、あと、ちょっとうちうちの話もちょっと軽くさせてもらいたいんですけども。はい。うちのその AD の佐々木くんが番組を外れるらしいんですよ。え?ね、佐々木くん、いる?あ、いたいたいた。なんでよ。なんかその、なんでと言われると、なんでかは知らないんだけど。あ、佐々木くんもわかんない。佐々木くんもよくわかんない。わからない。だってよくわかんない。どっかに移動。絶対どういうこと?なくなる。なくなる。なんか、どこに移動って聞いたら、いや、なんかどことかそういうの特にないんですけど、その、ここがなくなりますって。何その、佐々木くんが座ってるところの、あそこがなくなる。その敷地がポンって消えるってことその子が。あ、他の方が、座られるのね。で、辞めるってことここ、日本放送。日本放送この番組から外れる。でも日本放送辞めない。で、どこ行くかわかんない。いつかもわかんない。なんでかもわかんないの君は、どうしたんだもっと聞かないと ね。そう、なんかまあ、AD 佐々木くんといえばね、サマソニーがあるたびに番組を休む男ですよ。ね、休む男佐々木。去年がニュージーンズを見に行ってたんだよね、確かね。今年はもう行ってたんだっけか誰を見に行ったの今年は。マネスキン、かっこいいね。そういうの見に行ってるからじゃないのつけたよそういうの見に行ってるから。ね、それがあるたびに番組を休むんですけども。まあね、聞いてもなんかしっくりこない人がいたとするならば、あれですよ。俺と北斗が、東京ドームの感想、はい、ね、今 DVD の、発売をもうちょっとするその、はい、バイブスの東京ドームの感想喋ってる時に、俺と北斗のペアの楽曲あって、スーパーボーイっていう、はい、それがなんか喋ってるみたいな感じでこうラップを紡いでく感じの曲を流して、うん、トークとごっちゃごちゃにして、めちゃくちゃにしてきた最高 DJ。最高 DJ? あれが佐々木くんです。俺と北斗が、ね、東京ドームねって言ってる時に、そういえばあの時さ、って曲あるんですよ。俺がなんか曲の北斗に返事しちゃうみたいな。なんかやばい、そういう最高 DJ が佐々木くんなんですけども。ね、まあ基本、北斗の回とかでね、いろいろ目立つことが多かったから、ジェシーは、あれか、あんまりピンと来てない。まあ、今日ちゃんと初めて顔見て。だいたいいつも壁見てるから。そうだよね。集中してるから、ね。壁際を、俺らが入ってくる入り口と反対方向に顔向けてし、そうそうそう。俺らが入ってきた時により仕事をしてる人だから。まあ、なかなかね、こう、コミュニケーション取るの難しかったと思うんだけど、ジェシー、だから2年半いてくれたんだよ、その人。はい、もちろんもちろん。ジェシー、喋ったことあるなんか、その、
プライベート的ななんか。ないないない。なんかじゃあね、あれですよ、卒業ということで、お別れの言葉をね。お別れの言葉。なんか、これからも頑張っていけるような。あ、はいはいはい、はい。そう、佐々木くんもね、どこで何をするのか知らん、うん。彼も俺らも知らないんだけども。まあ。これからも頑張っていけるような。まあでも今何歳でしたっけ ?25 だから、はい、まだまだこれからだからね。まだまだ日本放送にいるということで。うん、ね、素敵な多分ゲストの皆さんともお仕事するだろうし、もっと自分を出してこの顔をね、自分佐々木だよっていう顔を出して仲良くなる人が訪れるといいなと思いますね。健康で引き続き人生ラジオ楽しんでいただいて、次のライブもどこ行くか分かりませんけど、そのライブを楽しみにお仕事頑張ってください。今ね、知ってる情報を頑張って引き伸ばして引き伸ばして喋、はい、ってくれたよ、ジェシーがね。ありがとうございます。佐々木もじゃあ、佐々木もジェシーと、あんまりこう喋ったことないもんね、もちろんね。じゃあ一応ジェシーにその、俺の言葉を。そうね、俺いただきたいね。あ、じゃあ佐々木くんちょっと一言だけ。中入っていいよ、それ。中でね、やっぱり。せっかくならね。そうね、だってもう卒業しちゃうんだから。うん、そうよ、そうよ。リスナーの皆さんにも佐々木さんがどういう声かね、ちゃんと。ちなみにね、佐々木くんはその、一応まだいるらしいんで、引き継ぎとかあるからね。うん、だからいついなくなるかもわかんないっていう状況なんだけども、来週かもしれないし、今日かもしれないみたいな状況なんだけども。ちょっとジェシーに俺を。あ、ジェシーさん。はい。2年半、まあ自分ついてたんですけど。はい。まあ、いろいろいつも楽しい放送を作っていただいて、いえ、いや本当にありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。え、2年半いたんだよ一緒にさ、こんなさ面白おかしい番組やってた2人だよね。いや、真面目だから。あ、そうなんだ。そう、ラストだからさ、 もしかしたら今日が分かんないんだから。あ、そう、そう、佐々木君は本当にだからどこに行くかも分かんないんだよね。よく分からず、まあ、でいついなくなるのかも分かんない。まあちょっとまだ分からないそれ聞かないの、どこに行くんですかみたいな。まあまあ、なんかまあ聞い、うん、まあ聞いたんですけど、うん、まあちょっと今ぼかされてる。ぼかされてんだ。ドッキリみたいな。ちなみに何ならわかるの、その自分のその卒どっかに行くっていうことの情報に関して何ならわかる、何の情報なら知って。何の情報、いや何もわかんない何もわかんないよ。じゃあ俺は今ぼんやり、あ、俺っていなくなるんだと思いながら座ってるってこと。そっか。ああ、ドキドキだね。じゃあ佐々木くん、ありがとう、2年半ね。ありがとうございます。で、いついるかわかんないな。来週とかもしかしたらいるかもしれないけど、ね。それがずっといるかもわかんない。日本放送とワウワウが送る生配信ドラマ、ゴーストオブレディオバチボコ怖い心霊バスツアー。出演は小関裕太、佐藤寛太、三四郎、吉住ほか。生配信ドラマ「あの夜を覚えてる」、その続編となる「あの夜で会えたら」を制作した日本放送が、舞台や音楽ライブの中継、オリジナルドラマの制作を行うワウワウとタッグを組み、世界観を新たに生配信ドラマをお届けします。「ゴースト・オブ・レディオ」は11月17日日曜日、29日金曜日に生配信。詳しくは日本放送イベントホームページまで。リスアニライブ2025、1月24日、25日、26日の3日間、日本武道館で開催。今回で15周年のリスアニライブ、冬の日本武道館を熱く盛り上げる。チケットの詳しい情報はリスアニライブ公式ホームページまで。田中樹です。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、せーの、ジェシーです。逆だね。いらっしゃいませ。金を売るときお宝や、時計バッグもお宝や、全国1000店舗以上、あなたの街にもきっとある。高価買取お宝や、お宝屋で検索。高価買取お宝や。浸る、光に、モネに、印象派を代表する画家クロード・モネ、その晩年の制作に迫る究極の展覧会が開催。マルモッタン・モネ美術館から珠玉のコレクションおよそ50点に加え、日本国内に所蔵される名品の数々が東京に集結。大画面の睡蓮に囲まれる本物の没入体験。モネ、睡蓮の時、上野国立西洋美術館で開催中。詳しくは展覧会公式サイトまで。
はい、今夜も生放送ということでラジオお聞きの皆さんもメールで参加してください。リアクション感想メールをお待ちしております、はい、受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com ソンドの頭文字を取って ST となっています、はい、同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です、はい、そして番組には X アカウントもあります。アカウントは@stones放送中はハッシュタグストーンズ ANN をつけてたくさんポストしてください、はい、それでお時間もメールアンツがあります、はい、怖いって、はい、それ定期的に入ってくる、ラジオネームヘラさんからです。ストーンズの YouTube でライブ動画を見ました。大男6人がまばゆい光に包まれて大勢の人々にパンツを見せていました。マジでバンされるのは時間の問題ですあ, あれってバンになるかな。ならない。ならないか。そういう、じゃあだってってかあれだもんね、衣装だもんね。衣装、衣装です。下着じゃないし。そうです、脱ぐのもう無理ってなるじゃん。まあ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 、確かにそうだ。T シャツと同じだもんね、あれ衣装だから。いや、怖いこと言わないで。やめてやめて。不安になるじゃん。だって心当たりあるんだから、それ。これが俺たち、そういうね、なんかもう、ライブずっとスーツみたいな。ちゃんと七三分けで、メガネかけて。タモリさんみたいなマイクの持ち方で歌う。スーツで、うん。スーツも腕まくらないし。そう。ワールドオーダーみたいな。こういう。しっかりね。須藤元気さんの。こういう、ああいう状態ね。そう。余計な動きするのは何引っかかるか分かんないから。そう。外資回るときも、では、そちらに行きますので。行かせていただきます。行かせていただきます。って、こうやってワールドオーダーで。拳ペン、ペンってなる。全員、もう規則正しく歩いていくっていうね。う続いて、ラジオネーム、ミント味のトマトさんからです。すごい。ストチューブの小、あ、ストチューブって俺らの YouTube ね、はい。ストチューブの小籠包100皿食べれるって言い切ってた割に、食べれなくって、最終的にスタッフを疑うって、やっぱりハラスメントに当たるので、バン対象じゃない。やめろよ、お前ら。ちょっと疑ってたんだよね。バンの理由探すのやめろよ、お前ら。バン探し。これ、バンになってんのは全部、その、5番だから。ね。俺、あと俺のメッセージ、この、それはさ、関係値があって、やりとりやりとり。そうそうそう。エンターテイメント。動画回ってない時とかにちゃんとやってんだから。そう、ショーですよ、ショー。エンタメよ、エンタメ。何でもエンタメ。こう言われたらもう。何もできなくなるよ、ね。本当に。本当に。じゃあこれからいつものやりとりやらせていただきますとかまた言わなきゃいけない。動画上でね。そう。うん。これは一応やりますけども、あの、そのエンターテイメント。これさ、あーってやんないと。ふざけんなよ、これ。間違ってるだろ。もちろん、もちろん、こういうのも。そうそうそう、これ。パッケージ、パッケージ。そんなの面白いかね。そんなの見てて全部そうなんだけど、ね、あとさみんなでさひたすらバンの理由探すのやめてくれない。これもうさ、いやないと思うけど、もしさその YouTube のなんか管轄してるさ偉い人とかが聞いてさ、おやそんなものがあるのかってなった。よし見てみようか。俺ら5番の話してたのにマジ番になったらどうする。ないけどね、そういうコンテンツはないけども。ないないない、やめてください、ね、理由探すのやめてくれる、うん、その必死になるか俺たちも。そうで、なんか俺らがさそんなわけないだろって言ってるのもなんか変になってる。そんなコンテンツで必死じゃないのにな、こいつら必死だな、なんかこいつら必死だな、もしかしてこれやばいんじゃないの。目つけられるみたいな、そんなんじゃないですか。三大疾病プラスアライブ、特定三疾病を幅広くカバー。三大疾病プラスアライブ、誰にでも起こりうるリスクに何度でも寄り添う保険です。三大疾病プラスアライブ、住友生命バイタリティ。家で寝そべる、思い浮かべる、インターベル、サイト調べる、仕事見比べる、アパレル業界目指せトップレベル、正社員派遣ラウンダー、仕事選べる、インターベル、鳴らせ心の発射ベル、私ならもっと飛べる。ファッション業界特化の人材エージェンシー、インターベル。僕はプニル、とっても可愛いスライムです。ラジオじゃ見た目がわからないだろ。僕は声も可愛いので大丈夫です。可愛いスライムとのラブコメ、プニルは可愛いスライム、コミックス発売中、アニメ化も話題です。どうですかコタロウ、僕の可愛い宣伝は。可愛いって言い過ぎ、小学科。ライブアズマ2024、福島のアズマ球場で行われる福島最大級の音楽フェスティバル、3回目となる今年は10月19日土曜、20日日曜に開催。豪華アーティストが集結、詳しくは公式サイトを今すぐチェック。
はい、ストーンズ田中樹里です。高校球児です。高校球児さん、この夏悔しかった思い出を教えてください。あの高校球児的に相手チームに結構負けて、練習試合とか俺がちゃんと球取ってればっていうのは結構エラーが多かったんだ。そう、あそこであの野球だから、野球だから面白かったね、あの先週のさ田中樹里です、高校球児です高校球児自分のこと、あのさ結局さお父さんはさやっぱ高校球児だと思って最後まで聞いてくれたのかな。なんか先週さ、はい、その俺らがなんかオープニングで喋ってたんだよね。何を喋ってて、そうなんだ。あ、慎太郎がすごい鼓舞してたんだ。うん、やるぞー、はい、みたいなことずっと言ってて、そしたらなんかその聞いてるリスナーのお父さんが起きてきてこうラジオを聞いて、うん、これ高校球児かっていう。おお、なるほどね。そっからの展開で。そう、12時台から慎太郎がどうも高校球児です。いや、なるほど。それのね。一人でもリスナーを増やしたいと思って。はいはいはい。でもやっぱ、途中でやっぱ気づいてたんだよ、俺ら。高校球児は自分のこと高校球児って言わない。高校球児です。熱かったね。名乗らないと思うからね。高校球児です。あと、なりきれてなかったし、好きな食べ物チョコバット。野球関連。じゃあメールを読みしますね。はい、ラジオネーム、ラブリーチャーミーな敵役さんからです。はい。佐々木がこの番組を外れる？この番組から佐々木が亡くなったら何が残るんすか？すべてだよ。佐々木くんのこと好きだよ。佐々木くんには申し訳ないんだけどね。うん、すべて残るよ。残るね。でもメガネも置いてってね。メガネ置いてっても別に変わ、大丈夫だよ。大丈夫。うん、亡くなっても大丈夫だ。そうですか。佐々木くんがさ、いわゆるさ、マジでさ、この番組作りにさ、大きな影響を与えていた面で言うとさ、自分的にはやっぱどこだなって。確かに。じゃあ押していかないとね、リスナーのみんなも、佐々木さんの仕事は何なのかっていう。じゃあ、まあ、またこっち来て喋んないとじゃないの。あのさ、じゃ俺らってさ、例えばさ、目で見てわかるさ、高谷くんがこうメールを持ってくるとかはわかるけどさ、それ以外の技術的なことってやっぱさ、わかりきってない部分もあんのよ、ね、正直、うん。仕事としてその立ち位置の人、大きく何をやる方なの、佐々木くんとかの立ち位置っていうのは。音の準備。大事だ。音大事じゃないですか。音の準備ね。この、今日の回はこういった音を流すであろうって言ったものを用意したりとか。楽曲やらね。あ、じゃあ、リクエスト曲とかも？あー。大事じゃん。どうすんのよ。それさ、別の人に変わるってこと？あ、まあ、でももちろん経験がある方が来るもんね。その、急に、ど素人が来るの？ど素人が来るの？嘘なの？その辺で声かけてねえよな。アハ体験みたいな。ちょっと待ってくれよ。一回話さねえか。ちゃんとしないと。佐々木、なんとかして残れねえから。俺たちで、ちょっと、偉い人に言わないと。な、お前じゃないとダメなんだろ、この話は。頼むよ、佐々木くん。急にど素人じゃないもんね、来るの。本当に何も知らない人じゃないでしょ？それは。最近覚えてきた人って多い。大事だよ、音出し。最近ちょっと覚えてきた人。生だからね。あのさ、日本放送はさ、ここのラジオで、その、ちょっと最近で、新卒の人をここで曲選考とかいろいろやらせて、経験させて別の番組に行かせるって、その、ここを研修期間にしてるの。それを、でも次来る人はそういった人ってことだよね。楽な番組。楽な番組。そうなの？準備少ないんだ、俺たちって。あ、そうなの？この番組って準備少ないんだ。それは何故俺ら準備少ないの？曲をあんまたくさん流さないからとか、そういうこと？ああ、流れね、フォーマットはね。はい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 。こう喋って、ここフリートークして、そうね、まあ、時間あればコーナー行ってみたいなのが、なんとなく流れが決まってるから、イレギュラーなことがないからってこと？うん、オープニングのテーマ。はいはい。We are Stones。イミテーションライン、うん。エンディングのイミテーションライン。置きっぱなしにしたけばいい。じゃあ誰でもできるってこと？お前さ、適当に言うんじゃねえよ。大事だよ。俺ら本気でやってんだよ。とりあえず、オープニングのテーマと、途中のウィアストーンズのイミテーションライン。あとエンディングのイミテーションライン。これを置いとけば大丈夫なんでって。雑にすんなよ。でもまあそうか、そういう流れがあるからっていうことか。あー、なるほど、ね。大事な役割ですよ。まあまあまあ、そうね。大事な役割だね。うん、はいはい。じゃあ続いてラジオネーム、アロアルマさんからです。AD の佐々木くんですが、この番組のちょっと前にやっているキスマイ藤ヶ谷くんの番組ではディレクターを担当しています。藤ヶ谷くんに映画の感想を聞かれたとき、熱いし人の熱気がすごかった。でも最高でしたと言い、藤ヶ谷くんが熱い、ね、熱気と戸惑っていると、あ、これはあのサマソニの感想でしてというボケをかまして、ボケたの？鬼滑りしていました。
優しい藤ヶ谷くんは上手にフォローしてくれていましたが、ジュリくんだったらぶん殴っていたと思います。私は殴りたかったです。ジュリくん、佐々木の野郎をぶん殴ってもらっていいですか？そんなボケもすんだ。それは藤ヶ谷くんは優しくフォローしてくれたんだ。まあ、藤ヶ谷くんはね、優しいからね。うん。ただね、俺全然その仕打ち聞いたりしないけど、普通になんか、俺の先輩にそういうことしてんだったら、俺全然普通に行くよ。行っちゃうよ。うん、全然行くから。まあ、だから離れるっていう意味ではよかったね。ジュリー殴られないから。危なかったね。うん。来週もいたら多分俺、入りとともに掴みかかってるから。そう。うん。危なかったね。藤ヶ谷くんに、どういう経緯だったんですかって来週までに聞いて。ちゃんとね。うん。もし来週佐々木くんいたら、俺掴みかかってる可能性があるからね。うん。だって、アロアルマでさえ殴りたいって言ってたからね。相当だね。なんで相当しらけたんだね。佐々木くん、座んないで。まだ終わってないから。君なんでそんなことしたのかな。確かに。そんなボケをかましたの、なんで。なんでボケようとしたの。あ、緊張したのね。緊張して、その、うん。暑いとパナソニックの方に。すごいよく行ったね、そっちに。それ、間違えたってこと？緊張しすぎてね。感想を求められて、佐々木くんが言ってたら感想を求められて、すっごい緊張して、すっごい緊張して、間違えてサマソニの感想を言う。お前もっとやべえよ。藤ヶ谷くんとはどれぐらいのお付き合いなの？その長さは。あ。じゃあ、1年、経ったか経ってないかぐらい。それで。うん、で、呼ばれて緊張して緊張して、映画の感想どうだったって言われて、熱くて熱気がすごくって、あ、これはサマソニの感想でしたっていう間違いをしたの。もっとやばいからね。すごいね。鬼滑りボケよりやばいからね。間違えちゃったんだ。それで間違えたとも言い出せないまま緊張してもじもじして終わった感じになって。それで変に鬼滑りしたのね。で、藤ヶ谷くんはめちゃくちゃ優しいから、しっかりフォローしてくれたんだね。ああ、そうなんだね。すごいことがあったね、それはね。藤ヶ谷くんの優しさがゆえに生まれた絶妙な空気だったんだ。聞きたいな、そのラジオ。続いてラジオネーム、ミートカーソルはひろめさんからです。田中さん、34曲ネットラップは最近も他局のラジオ番組の合間に流れてきて、改めて田中さんの凄さを実感しました。いいね。くっす。なんで？でも、そろそろ歌詞のアップデートが必要じゃないですか。ほら来た。ストーンズが成長するようにラジオ局も変化しているんですよ。そっかそっか。お前余計なこと喋る。でねな、お前見てください。お前余計なメール送ってくるの。そっかね。な、ね、すごかったと感動してくれたと言ってくれていますね。ちなみに何年前なの？あれはねナビゲーターデビューの時2020年じゃない？ね。あ、もうそんな経つ？4年ちょい経ってんじゃない？おお。どうですか？ね、あの時のが未だに流れてるのは緊張、いや、もうその、いいということで、なんかすごく、それがいいと言ってくれてるので、ね、あれはやっぱ、時代、年月が経ってもやっぱあれは廃れることはないので、ぜひあれをね、引き続きお楽しみいただきたいということで、次のとこ行きますか？じゃあ、BGM でもう一度、ちょっと聞く？え、あるの？今って、それが。うん、聞く。あったりするの？それはさ、え、いや、どういうこと？え、聞くんでしょ？ああ、それはスッとはいけないか、さすがにね。そういうお仕事なんでね、佐々木さんが。そうそうそう、佐々木くんに最後の特別な仕事を与えたいの。そうそうそう。いやーね。焦ってる。佐々木くんがもう、こっち向いて座ってたのに。そうそう。急に、やばいやばい。ここで来るのみたいな。気抜いてたので、もう、ああ、よし、俺の仕事終わりみたいな顔してこっち見て座ってるから。最後に、嘘、まだ仕事あったの、まさかの。そういうこと。でも、こういうことがあったら動くのが佐々木くんだ。そうだ。あー。ジュリはどうなのか、やりたいと思う？それを？もうちょっと？うん、うん。え？ね。ほら。ナビゲーターがね、ほら。ちょっと前だから、またあれだから。ね、そういうのはまた。いいんだね。うん。いや、いいよ。だから、その、あれだってあのラップ最高だよね。今聞いてもかっこいいべ。いや、かっこいいよ。ね。ってことは、この先聞いてもかっこいいから。この先もあれを引き続き楽しんでいただきたいなと。あ、そうです。うん、昔のね、だから、古くなったなんてことはないから。うん。うん、それか、あれ、同じ歌詞でちょっと声質変えた。ちょっと違う風に。うん、あと、ちょっと曲のテンポ早くするとかして。そうそう、バレないし。俺、早口じゃないんだよ。ちょっとね、早口でやってみました。こういうのね、聞くとマジで、青ソニーがね、言ってくんだよ。ジュリー。言うでしょ。帰り際のエレベーターの前でも、ジュリー、本当にやっちゃうって言ってくんのよ。いけると思うよ、ジュリー。まあね、そういうのはほら、おいおい、ほら、おい、みんな、青ソニーこっちは、見て、奥の角から青ソニーが、ニヤニヤして。俺のことって顔出してる。もういい、これはね、ほら、いや、いい提案だと思います。この話は、一回、おいおい、ちゃんと、ちゃんと話そう。そういうことを話すなら。
ね。いや、ちゃんと話すけど、いずれそうなるよ。じゃ、もし、やる、やらない、どっちにしろ、ちゃんと話すことだと思う。うん。全員座ろう。ほら、青空にも、全員座ろう。ほら、マネージャーも、二人とも座って、丸坊も、勇気も、全員座れも。立ってる必要ないんだから、ラジオ中にな。気になるのよ。こういうのは、おいおい、しっかり、いろんな人を交えて。ご期待で。そう。いろんな人を交えて、しっかり話していって。はい、楽しみだ。え、だから、しっかりの話、ジェシーもな。楽しみ。いや、俺応援してるよ。俺、お前応援してるよ、ずっと。ちょ、メンバーの応援が一番俺やらなきゃいけなくなっちゃうのよ。な、おい、あれ、ね。お前もやる？一緒に。いやぁ。34曲フェイクみたいな。いや、俺、フェイク？ジェシーもね、やるときはジェシーも一緒ということで。いや、いいよ。フェイクならいいよ。いや、もちろん歌詞も入れてね。いや、いいよ、いいよ。英語で。だからいいよ、いいよ。そう、そういうの、ジェシー。お前がまだ作ってそれを見て。じゃ、ジェシーあれ、ジェシーのフェイクとかの、だけの、あれが流れる、ジングルが。でも、お前の聞きたいんだよ。お前の聞いて感じる。で、ジェシー、やるときはジェシーと、17、17で分けます。17曲。いいよ、いいよ。で、こういうの本当に全員交えてしっかり話していく話だと思う、俺は。あの時はなんか、ラジオ中に俺勢いでさ、やりませんか、やりますかみたいな言われて、うん、やるよみたいに言って決まったんだよね。ああいうのはもうやめて、本当にしっかり一日時間を作って、ミーティングをしましょう。そうなった場合は。楽しみ。楽しみだね。いや、はい、お知らせに行きますか。番組からのお知らせに行きますか。ここでね、しっかりね、うん、そういうのはちゃんとお湯を話していきたいので、うん、ゆっくりね、ここでしっかり番組からお知らせね、こっからすっごいお知らせをするから、みんなね、すっごいお知らせ、今の話とかマジで全員忘れさせてやるぐらいのお知らせするから、ね、そんなお知らせがあると、はい、ということでここで番組からお知らせですということで、まあ、とうとうこのお知らせをする時が来たと、んまあまあまあ、早く言いたいと俺はちょっとワクワクしていたんですけども、まあ結構前からねこれやること実は決まって出まして、うん、結構前から決まってて、今日までね、でもその現実味があんまなかったんですよ俺、はあ、この時が来る現実味があんまなくて、はい、まあまあそのいろんなねそのことを経て、まあまあな期間をかけて準備をしてきた企画がいよいよ発表になるということで、まあ放送の中ではちょこちょこ出てた話題なんですけど、多分誰も予想してなかったと思う。予想してない、うん、なんだ、今から結構なお知らせをしますけど。の分かったよ、はい、早く言いなさいよ。リスナーの皆さん、ぜひお付き合いいただけたらなと。はい、聞いてるよ、結構ね、これね、俺とすぐに、お知らせなんですけども。話してはいたよね、ちょこちょこね。こんなんやったらどうだろう、みたいなことはね。し、俺らだけじゃなくて、その別の人も言ったりしてたんだよね。とある人が言ったりしてたんだよね。そういうのもあったもんね。で、結構なことなんだ、これ。みんなが一度は想像してたんじゃないかな。と思うようなことなんですけども、多分みんな、でも想像はできない。なぜかというと、俺も現実見なかったから。現実、分かったよ。うん、そんな、結構なお知らせがね、今日する。今ね、うん、今。今からするというと。オッケー、行っちゃおうか、うん。だいぶ皆さんも驚くんじゃないの。驚くよ、これは。いやー。しみじみとすんなよ、お前。ようやくできるか、これ。背もたれつけんなよ。いやー、みんなもこれ聞いたらワクワクしてくれるんじゃないかなと。お思います。よいしょ。いや、これね、さぁ。おい、コントかよ。いや、もう、ほんとに。はい、じゃあ、発表します。ジェシーはラジオの MC が可能なのかっていう話になった。おぉ。ジェシーはどうなの、その辺は。もちろんできるよ。相手の良さも出してみたいなとこよ。振ってね。そう、そういうのができますか？できます。できます。自信あんの？ジェシーだけに自信あります。ジェシーだけに自信あります。ジェシーだけに自信あります。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ちょっとの間 MC 変えます。この時間はガチャガチャの森がお送りしています。あれ、その絆創膏どうしたの？ガチャガチャの森でゲットした。なわけないでしょ。本当です。ガチャガチャの森と日本放送コラボガチャにオールナイトニッポンコラボ絆創膏が登場。番組ロゴとリスナーやパーソナリティのアイデアを採用しました。ガチャガチャの森
自然の中でアートチャージ、箱根彫刻の森美術館。タクフェス第12弾 U 11月1日より池袋サンシャイン劇場にて上演します。最高に切ない夏の物語をぜひ劇場で。ただいまチケット一般発売中。詳しくはタクフェス U 公式ホームページまで。たくまたかゆきでした。銀シャリの橋本です。僕も銀シャリだと思います。うなぎです。銀シャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中。お時間です。はい、番宣終わります。ストーンズ日記。ラジオネームフォーチュンチュン。新しいサイトで ID を作ろうとしたら、パソコンが強力なパスワードを作成しますかと提案してきた。Yes を選ぶとインターホンが鳴った。出てみると、小文字や大文字のアルファベットや数字が全身にびっしり書いてあるマッチョが立っていた。非常に頼もしいので、明日ジュリにもお裾分けしようということですね。今日その物理的にマジで強い強力だ。そう、マジめっちゃマッチョで、そう、格闘技とかも小文字や大文字アルファベット、あれでしょ。俺今日まさにあったよ、なんかさ、あったの強力なパスワードやったら、すごい長いよくわかんない羅列がバーって並んでさ、うん、覚えられるわけないじゃんって困るやつね。そのマッチョがそれだと思った。現れました。強力なパスワードって そいつが自分のセキュリティをしてくれるってこと。ありがたいね。友達に欲しい。ありがたくないよ。携帯ってそういうの。隣にいればもういいんだから。じゃあ、それで守れない。すればいいんだから。携帯はそれで守れない。はい。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい。はいはい。近況トークいきますか。はいはい。まあ僕はモンスターというドラマが。ああ、そうね。10月14日から始まるんですけども。うん、はいはい。月曜夜10時から、うん、もうすぐで今まあ絶賛撮影中で、はいはい、まあまあね、言っちゃえば誰かとご飯行ったりとか、うん、飲みに行く時間がなかなかないですね、まあ、もうずっと台本とにらめっこでもずっと。あ、近況はなかなかないのか。そうそう。でそのまあお昼休憩やら、うん、夜休憩のご飯とか自分で頼んで、弁当とか出前とか頼んで、あ、はいはいはい、でまあ楽屋で食べるみたいなスタイル、ね、はい、わかるわかる、あるよね。でまあ楽屋で食べてるのもちょっと飽きてきたから、うん、もうちょっとスタジオの近くのレストランでも行こうかなみたいな。まあまあまあいいね、ちょっと気晴らしにもねなるし。でそのまあイタリアンなんだけど、一回共演者の方、うん、宇野さん、うん、役者さんでいるんですけど、二、うん、人で行って、うん、でその日はまあそれでいろいろ撮影とか終わって、うん、でまた違う日に、その時俺一人だったから、うん、また行ってみようかなって、美味しかったから、うん、で一人で行って、うん、でまあその二人で行った時はパスタだけを頼んだんですよ、はいはいはい、でその時にヒレカツがあって、うん、うわうまそうと思って、うん、でもヒレカツは単品では頼めない、コースで最後ら辺出てくるから、まあ時間あった時に食べようと思って、うん、でちょうど一人で行った時に時間あったから、うん、まあコース頼みまして、うん、でまあ前菜からパスタやいろいろでヒレカツ食べて、うん、で、まあ、全部食べた後に、まあ、お口拭くじゃないですか、おしぼりで。で、これ下向いたら、シャツにね、ついてたんですよ。お前、何回なんだあれ、ちょっと前何でやったの？ありましたね、番犬くんで、お嬢と番犬くんの現場でも、ね、カレーをちょっと、こうして。やったよね、またやった。そう、パスタがちょっと、トマトと、モッツァレラのパスタ。なんで苦しそうなのお前。いやー、また。パスタがね、ちょっと。パスタがちょっと、ね。で、あー、またかーと思って。これ言うのかどうしようか。前回は、うん、言えずにいてラジオでそのこと話したら、結局バレてたんだよね。そうそう。あ、それはそうだよね、うんうん。で、まあ今回もまた発生しまして、うん、で、まあお会計して、どうしよっか、これ言おうかなと思って。で、まあシャツだけで言って、本当の俺の衣装はネクタイとジャケットが、まあ杉浦役なんだけど、杉浦なの、うん、で、弁護士とかちゃんとビシッとしてるスーツで。うん、で、それでまあ、じゃあ5分前ですっつって、うん。で、俺は楽屋荷物置いて、前室行って、うん。で、俺はもうこう、なんか首かゆい感じで、ここの汚れたところを隠して。うん、で、背中向きで衣装さんからネクタイもらって。で、ちょうどこの、こぼれたところがネクタイで隠れるのよ。ちょうどボタンのとこだから。なんで隠すの？じゃあミッションミッション。自分でもなんかそういうゲームやっちゃうんだろうね。多分。で、お、ネクタイで隠れると思って、もうネクタイすぐバーって縛って、で、ジャケットパーってやって、で、本番やって、で、まあそれはいいですよ。でも帰りよね。
もうメイク落としてもう背中向けてでそれでネクタイ取ってもうすぐシャツパラパラつって置いて、うん、着替えて、うん、お疲れしたよつってまだバレてないかもしれない今現時点で、ね、いやお前絶対バレてるからでも前回のカレーよりはちっちゃかった、ちっちゃい、ちょうどこのボタンのところだからあんまり見えないと思うんです目立たない場所なのね、うん、だから今もしかしたらバレてないかも、バレてないかもしれないっていうのが一つあって、ああでもう一つはやっぱりずっとスタジオで撮影してるとやっぱりね、そのドラマ以外バラエティとかも収録されるから、ああああ、でいろんな芸能人の方とか関係者の人が来るから、ああ、ね、俺も前なんか撮ってる時慎太郎のだが情熱あると、うん、ああ同じスタジオだったりとか、ね、それで久しぶりに加藤浩次さんにお会いして、ああ、はい、はい、あら、お久しぶりですみたいな、うん、で僕連絡先知ってるから、ああ、ちょくちょくご飯行きたいですねとかって言ってたんだけど全然タイミング合わずで、やっぱり加藤さんも忙しくて、で俺も俺でいろいろ撮影があったりしてたから、でどうもーっつって、いやーでもすごいね最近とかいろいろ喋って、で目黒くんもねすごい大変だよね、体調不良とかで、やっぱみんな忙しいよね活躍しててっつって、でスノーマンとか次なんかライブとかあるのみたいな、おーあるんじゃないですかね、あるありますねっつって、でなんかどんどんスノーマンの話になってて、うんうんうん、で次なんかね個人でも誰かいろんなドラマとか出るよねみたいな、ああ誰誰出るよね、そうそうそう、誰誰出るよねとか、はい、でまあおそらく俺がスノーマンなのかなと思ってはいはい、はい、で一応話聞いて最後にあのストーンズですって、ああストーンズが自信、申し訳ないそうだストーンズだっつってすっきりした顔して次の現場行きますすっきりっていう、それこそデビューの時 スノーマンストーンズでこうお世話になったりとかあったからね、でもその下りがあるのが楽しいね、ああストーンズですよみたいな、あ、はい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 、っていうのがありました、ああっていうのがね、はい、たまにあるやつよね、そうだね、うんうんうん、以上です、ああまあ最近忙しいからね、そんな多くはないか、うん、俺はなんだろうな、あれジェシーが来た時だよね。何ですか話したの、その、アクセサリーの話、ね。あ、アクセサリー、僕ですよ。あの、まあ、ジェシーはもちろんその、俺グループのね、その、ストーンズのグループラインで写真送ったりしたから知ってるんですけども。うん、まあ、その、まあ、ついにその前話してた、アクセサリーが届きましたっていう話なんですけども、それを聞いてない人が言った時より、一応軽く話すと、はい、その、僕の専属のというか、スタイリストの人がいて、で、その人と話してて、こう、いろんな、オーダーメイドでアクセサリーを作りたいみたいな、うん、海外のラッパーの人が知ってるようなものを作りたいみたいなことをガラーズミに言ったら、はいはいはい、その紹介していただいた方がいて、こうオーダーメイドのジュエリーを作ってる方を紹介していただいて、うん、っていう経緯があってでいろいろこう聞いていったら、あれ作りたいこれ作りたいというか口からこうポン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 言っちゃったがゆえに、あのすごいね高いものになっちゃって、すごいビビり散らかしたっていう話があったんですよ、ね、うん、前回ね、 そうね、それがねどんぐらいだっけな、数ヶ月前だったんですよ、でついに先日、はい、完成しましたっけ、まあ、今実際つけてる。すごいよ、これ。やべえよ。うん、つけてるんですけど。やばいよ、これ、ほんと。ね、重いよ。めちゃくちゃかっこいいな。音聞くこれ。ちょっとじゃあ、テーブルにちょっと、これだけ。そんな雑に使うなよ。これ聞こえるかな、この音。こちらなんですけども、ついに完成したということで、その、まあ、それ完成した。で受け取ってるけんちょっと話を、ね、受け取った時ね、その瞬間出会いだね、はいはいはい、はいはい、出会いの話だ、ちょっと前に、悪魔ゲームの映画の完成披露試写みたいなのがありました、うん、あ、なんかですね、そうそう、それが10月1日になったんだけど、 その日の、朝準備してる時に届いたんですけど、ね、そっか、あの日か、そう、あの日なんですけども、まあその朝ね何時だっけ、まあ、結構早い時間、うん、8時とか7時ぐらいにそのホテルの部屋でこう着替えたり、メイクしたりっていう準備の場所だったの、うん。で、そこ行ってさ、こう、メイクしてたら、はい、そのいつもの専属のスタイリストが、うん、あ、ジュリさん、今日オーダーしていただいてたアクセサリーが出来上がって、今日もここに持ってきていただけるので、多分メイクしてる途中に、届くと思います、みたいな。あ、本当にここまで持ってきてくれるのありがたいね、とか言ってて。で、俺はさ、あ、できたかと思ってたわけよ。で、そしたらさ、こう、ガチャッと入ってきて。ああ、で、あ、来ました、みたいな。で、俺もパッて、あ、どうもーみたいな、うん。あ、すいません、わざわざありがとうございます。つったら、開口一番ね、うん。あれ聞きましたよ。あのラジオ。聞いてた。まあ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 、俺もね、まあまあ言っちゃったじゃない、いろいろね。そうね、まあ。なんかさ、気づいたらさ、こうなっちゃってさ、とか言ってたじゃない、俺ね。俺カスタマイズで、ね、言われて、聞きましたよ、あれ。って言われたから、俺ももうなんかもう焦っちゃってさ。苦笑いしながら大きい声でさ、まあね、こうラジオとかもね、こう面白いおかしく話しますからね、あれをね、
だからね、楽しんでいた、聞いていただいて面白かった、よかったですって言って、大きい声で言っちゃって、で、向こうもこう、なんかこう、あ、なんかまあまあまあ分かってますよ。落ち着いて落ち着いて、みたいな。大丈夫です、大丈夫です。ね、こうやってくれてさ。で、こうまあ、で、まあまあ、早速なんですけど、できたもの。ちょっと持ってきましたんで、みたいに言われて。で、まあ、ホテルの部屋だったからさ、ベッドとかもこうある場所で、うん、あ、じゃあベッドの上に、それ、物を置いてもらってもいいですかと。一番こう、クッション性もあるし、高さも良かった、ね、広かった場所だから。傷つけない。そうそう。で、そこ置いてもらっていいですか、あ、わかりました。じゃあ、ここ広げますね。みたいな。で、こう、その物をさ、ボンボンボンと。俺、ネックレス二つ指輪を作ったから、うん、ボンボンボンと箱、ジュエリーボックスみたいな。一個ずつだ。置いて、で、なんかこう、手袋みたいな。うわ、すごい。もうお店じゃん。こんなに、じゃあ、どれから見ますかみたいに言われたんだけど。もう俺、心臓バクバクなの。まあ、楽しみだったんだよ。もう、その、俺がオーダーしたものだったし、うん、楽しみだったんだけど、それいわゆるさ、いや、いい値段のものだから、そうね。前金も払ってたの。一応保証として、向こうも作っていらないって言われたら困るから、そうね、一応、金額がいただいて。半分ぐらい払って、うん、見たものを気に入ったらもう半分払って、それで、俺のものになるっていう段取りだったんだけど、うん、まあ、安くはないからさ、その前金払ったとで、その、残りの、お金もまあいい値段するわけ、うん、俺これもう払うんだよな、はい、これ見たなと思ってそうねえちょっと嫌だなと思ってっ、ね、バクバクしてたの心臓も緊張するわそうバクバクしてて、うん、でじゃあまず何から見ましょうこう手こうやってるわけよこう手袋なんかこうパンパンとかやりながら手術かよじゃあどうしましょうみたいになっててああで俺ももうドキドキしてんだけどなんかその別にビビってないみたいな感じで あ余裕ぶっこいてねあ、まあ、別に何でも、あ、全然何でもいいです。もう格好つけたいから、やっぱりその、うん、値段でビビってると思われたくないし、うん、あのラジオでビビってるっていう風にやってたのは、ラジオだからですよ、みたいな。エンタメだからしたいから、俺もね、はいはいはい、そうはしたいから、やっぱ、ね、そうそう、だから、でも全然何からでも、何から、何が一番行きやすいですかとか言って。逆に。一番太い。チェーンから行きます。いやこれよ、これ。一番。値段的に言うと一番、高いやつ。ああ、ね、行くね。そう。いきなり。でね、俺はね、チェーン心はね。いきなり行くの心の一番行っちゃったかいですよね。いきなり行くのねと思って。チェーンから行っちゃいましょうか。で、お前どんな感じなの あ、OK です、OK です。あ、で、こう開けて、ああ、そうか、まあチェーン大きいから一番大きい箱か。とか言ってんだけど。いや、心は。チェーンから行くのねいや、一応下から行かないみたいな思ってるんだけど。そうだね、どんどんねそう、レベル上げていくというか。じゃあ、こっち、もうこれ、自信作ですよ、ね。おぉ、来た。パカって開いたらさ、もう、でっかいチェーン置いてあるの。来た。で、まあ、やっぱいいわけ。いや、もう、すごいし。ギラギラしてるよ。で、やっぱ、俺も想像してたし、海外のラッパーの人とかいろんな人もつけてるから。うん、まあ、夢の一つだよね、それ手に入れるし。欲しいと思ってた、憧れのものだったから、すごいなと思ってんだけど、うん、これやっぱ、落ち着いてるふりしてさ。うん、ああ、やっぱ、これいいっすね。もっと話しろよ、そこは。いこついなぁ、やっぱ。これつけたら結構首凝りそうっすね、とか言って。でかくないって思ってでかーって思ってんの、俺はもう。どうしますつけますかって言って来た見た方がいいっすよね、とか言って。あー、まあじゃあ今日の、これ、シャも、これつけて出ちゃおうかな、とか。じゃあちょっとこれ衣装に合うかどうか、ちょっとシャツ先着るわ、とか言って、こうシャツ着たりしてさ。で、その、じゃあ上からつけちゃいますね。こうやって、こう、後ろからさ、こう、つけてもらうんだけどさ。ゆっくりやってよゆっくりやってよと思ってんだよ。俺、こう、鏡見て。あ、でも合いそう。あっちのタートルネックの方が一緒的に合うから。タートルネックやったね、黒。そう、言ってんだけど。心臓をバクバク。ゆっくり言って、傷とかつけないでねって。ゆっくり。こう、つけてさ。こう、つけてもらって。どうですかで、鏡見て、俺も、こう、もう、それ高価なものじゃないみたいな、こう触ってさ。ああ、いっぱい触って。もうほぼ自分のものだし、みたいな。こう触って、うん、ああ、いいなぁ、とかやってんだけど、うん、お前って思って、首取れちゃうよって思いながら。ほんと重いよね、それ。思いながらつけてさ、似合ってますね。で、これ、取るときなんですけども、ここをこう外していただいて、接続部分を下に押して、チェーンをこう引っ張っていただくと、取れます。うん、あの、これから撮ると、ご自身撮られると思うので、やってみたらのがいいんじゃないですか。そうね、練習だ。あ、じゃあやってみます。つって、こう、パカッて外して、そこも硬いね。うん、これやっていいのね撮っていけんの石とか撮れないよ。壊れないね。待って、これ、押しちゃって引っ張るのこれ。チェーンのとことか撮れないのかなって思いながら、お前はどういう感じであ、まあ、あれ結構硬いっすね。取れてさ、冷静に取れてさ、もう早くしまって、早くしまってと思って。あ、じゃ、とりあえず次行きますか。来た。じゃ、次どれにしますか。あ、まあ、次もね、何でも。何でも。で、じゃ、次あの、メダルのネックレスいっちゃいます。お前に、2番目、2番目、2番目!2番目だ、もう、そういう順番だ。来てさ、
まあこれも案の定こうつけてもらって、うん、めっちゃかっこいいんだよ、うん、でもやっぱりさビビるじゃないいいものだから、うん、でそれもさかっこいいよ。これはもうこれ取らなくてもチェーン部分大きいんで首からこう通せちゃう。長いね。で首からこうやっていった時にさチェーンがギーンとかなって取れないかなとか思ってた思いながらお前はこうもう普通にああいけちゃうんだなあ結構長めで脅しましたもんねねっつってつけてでこうやってやってさこれあのチェーンと合わせたらやばいっすよつけますかあ振ったやつだでああじゃあつけてみようかなとか思って、うん、言ってんだけど、はい、これチェーンとチェーンぶつかり傷つけるねってことになってるけど思うやつああまあじゃあ一応合わせてみちゃおうかなつけてさでああいいっすねとかってで次じゃあ指輪いきますか来た最後で、まあ、指輪値段的に言うと一番安いし、うん、もうサイズもちっちゃいじゃん、はい、でこれはこういうデザインがいいって俺が言って手彫りで彫ってもらったものでいいよいいよこれ指輪もかなり自信作ですバカ、うん、結構いいのよマジで、うん、めっちゃおしゃれだしいいんだけどもうこの2本の後はビビらないの俺はもう、ね、衝撃が強すぎてねビビらないのもう俺は、うん、ねでおーいいっすねーとか言ってんだけどうーん弱いって思ってんのも。もう逆に。めっちゃいいんだけどね。衝撃がでかすぎて、そのネックレスも。で、まあ、こういろいろやってさ。で、こう話してさ。もう俺もさ、まあ、この3問、この3つでどうですか、はい、あ、いやもうほんといいんで。とか言ってんだけど、うん、内心めっちゃビビってん、はい、これ、俺、これ、あ、これでって言ったらもう買うんだよな、とか思って。買いますよ。うわーってか思ってて。でこれ3つつけてみたらどうですかみたいなってこう3つ全部つけてさ全部つけたで鏡にこう映したりコストンズのさグループラインに送ったさ、ね、写真とかを撮ってさ、ね、自分で眺めたりして、ニヤニヤして眺めたりしてたらさなんかあんだけブツクサ言ってたけどめちゃくちゃいいなってなってきていいよなんか俺これ憧れてたやつ全部変えたんだよなと思ったら急に胸が熱くなってきて気づいたらそのオーダーのジュエリーの人と固い握手結んで、うん、俺次ブレスレット作りますって言ってた最後に言っちゃったガッて握手していろいろブツクサ言ってたんだけど眺めれば眺めるほどなんか人、うん、感動するものがあって、うん、やっぱ結局いいじゃんいいよめっちゃ気に入ってるしその握手した時のその指輪が触れたわけじゃん触れたけどどういう気持ちなのえやめてやめてお前やめてやめて触れないでと思ってたけどもう気づいたら固い握手をして俺が次ブレスレット行きますって言ったら楽しみだぜひノリノリだそりゃそうだまあ結局買ってよかったなってことよかったよやっぱねいろいろ頑張ってきたのいろいろブツクサ言ってたけどやっぱ欲しいもの買ってくれたでしょただしばらくはいろいろ我慢しないとなと思うそうね値段的にセブンネットショッピングって CD、DVD、雑誌などの豊富な品揃えの他に何がいいんだろうその質問わしが答えよ商品は全国にあるセブンイレブンで受け取れるんじゃさらに7個ポイントやセブンマイルが貯まるロジャー便利でお得じゃないか推し活の味方セブンネットショッピング9月22日に開催された参加資格25歳以下の新たなお笑い賞レースアンダー25お笑いチャンピオンシップ決勝戦のアーカイブチケットを販売中決勝戦の MC はカモメンタル加賀屋合わせて600組の頂点を巡る若者たちによる熱き戦いをお見逃しなくアンダー25お笑いチャンピオンシップ決勝戦のアーカイブチケットを1800円で販売中アーカイブは10月6日日曜日まで詳しくは大会公式ホームページをチェック SixTONES 日記ラジオネーム縦島横島俺はラジオパーソナリティとして悩みがある今日は思い切って尊敬する大好きなあの人に相談のメールを送ったキョモメロタンこんばんるんいつもキョモメロタンのラジオを楽しみにしてるにょどうしたらキョモメロタンみたいに面白いラジオができるか教えてほしいにょ大好きだぷーメール読まれるといいな違う いやー読まれたいねあれ俺じゃないよみんなあれ俺じゃないですよおい縦島横島お前のせいであのメール全部俺だったみたいになるじゃないかお前プーってねたまにでもたまに出るのよジュニもやっぱり俺じゃないって出るのよじゃあみんなやめて俺じゃないよあれ楽屋とかでもあれまだってこれからあのコーナーやるたび全部俺だと思われるこれ違うよそうあれ俺送ってないからねあれ俺どっちかというとあれキモいと思ってるからねあれ俺じゃないからねみんなだ収録とか押してる時とかね、うん、何なんだよこれもう本当にジュリタンプーって、ね、怒るのよそう裏のエピソードまで言うと本当みたいになっちゃうからいやそんなことないですからねそうっすよオールナイトニッポンサタデースピッププー世界を広げる音があるラジコ
日本放送開局70周年、三四郎のオールナイトニッポン10周年記念、バチボコプレミアムライブ in 日本武道館。チケット完売につき追加販売が決定いたしました。ポケットの奥にちょっと残ってました。ゲストも来てくれます。不良、ハンニャ、カナダ、レーザーラモン、 HG、 クリーピーナッツ、 R 指定、 and モア。バチボコプレミアムライブ in 日本武道館、チケット追加販売は10月11日金曜18時からです。詳しくは番組公式 X または日本放送イベントホームページをご覧ください。SixTONES のオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、じゃあメール読みますね。いいや、ラジオネームカンパネラさんからです、はい、とうとうこの時が来た。ジェシーの声の光を目指して我々はついにここまでたどり着いた。すべての同志たちよ、立ち上がれ。真実のラジオをこの世界に放て。いや、yeah! めっちゃ喜んでない？ね、この時のために頑張ってたみたいになってるよね。そういう方もいいんですよ。まあまあね。嬉しいです。中にはジェシーの聞いてみたいって人もいたと思うけども、あんまり俺がいる時に送らない方が良くない？このメール。俺、しかも俺が読むからね、これ。俺がさ、ごめんごめん、真実のラジオを追って、俺が読むの分かってるかな、カンパネラ。続いてラジオネーム、スライミーさんからです。ジェシーが MC のオールナイト。この瞬間を待ってたんだよ。俺たちも、全力で分からせやんよ。おい、リトルストーン、やってやろうぜ。次世代のレディオスター様の誕生じゃねえ、やっぱめちゃくちゃ喜んでるよね、リトルストーン。だからあんまりやめた方がいいんじゃないかな、その、俺、やってれたし、あとその、2ヶ月後俺戻ってくるからね、みんな。勘違いしてるけど。大丈夫、俺はお前の MC だよ。ジェシーが引き継ぐんじゃない？そうね。いいんだけどね。ジェシーがやるってことも俺は楽しいと思うし、別に俺のラジオじゃないからね、ストーンのラジオだから、いいと思うんだよ。いいと思うんだけど。メインは。そう、うん。いいと思うんだよ。そのジェシーが変わることも楽しみですよ。全然いいと思う。うん、戻ってくるよ、俺。戻ってくるよ。ね。その俺消えるわけじゃないからね。そう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 。俺違うから、ね。楽しんで楽しんでだけ、うん、その瞬間をね。俺すぐ戻ってくるから、ね。来月楽しんで。2ヶ月後にはもうすぐ戻ってくるから。それだけ勘違いしない。大丈夫、大丈夫。ラジオネーム、エレンさんからです。ついにジェシーの実力をぶちかます時が来たぜ。日本放送、目覚めよ、ジェシーこそがラジオだ。めちゃくちゃかっこいいな。音聞く？これ。ちょっとじゃあ、テーブルにちょっと、これだけ。そんな雑に使うなよ。これ聞こえるこの音。この音。こちらなんですけども、ついに完成したということで、まあ、それを完成したって受け取ってるけど、ちょっと話を。受け取った時ね、その瞬間、出会いだね。はいはいはい。はいはい、出会いの話だ。ちょっと前に、悪魔ゲームの、映画の完成披露試写みたいなのがありました、うん。あ、なんかですね。そうそう、それが10月1日になったんだけど、その日の、朝、
準備してる時に届いたんですけど、ね、そっか、あの日か。そう、あ、もうその俺がオーダーしたものだったし楽しみだったんだけど、それいわゆるさ、いや、いい値段のものだから、前金も払ってたの。一応保証として、向こうも作っていらないって言われたら困るから、そうね、一応金額がいただいて、半分ぐらい払って、見たものを気に入ったらもう半分払って、それで俺のものになるっていう段取りだったんだけど、まあ、安くはないからさ、その前金払ったときその残りのお金もまあいい値段するわけ。俺これもう払うんだよな。これ見たと思って。そうね。ちょっと、やだなって思って、ね。バクバクしてたの、心臓も。緊張するわ。そう。バクバクしてて。うん、で、じゃあまず何から見ましょう。こう手、こうやってるわけよ。こう手袋なんかこう、パンパンとかやりながら。手術かよ。じゃあどうしましょう。みたいになってて。あー、で、俺も、もうドキドキしてんだけど、なんかその別にビビってないみたいな感じで。あ、余裕ぶっこいてね。あ、まあ、別に何でも、あ、全然何でもいいです。もう格好つけたいから、やっぱりその、うん、値段でビビってると思われたくないし、うん、あのラジオでビビってるっていう風にやってたのは、ラジオだからですよ、みたいな。エンタメだからね。したいから、俺もね、はいはいはい、そうはしたいから、やっぱ、ね、そうそう、だから、でも全然何からでも、何から、何が一番行きやすいですかとか言って。逆に。一番太い。チェーンから行きます。いえ、これよ、これ。一番。値段的に言うと一番。高いやつ。ああ、ね、行くね。そう。いきなり。でね、俺はね、チェーン心はね。いきなり行くの心の一番行っちゃったかいですよね。一番いきなり行くのねと思って。チェーンから行っちゃいましょうか。で、お前どんな感じなの反応。あ、OK です、OK です。あ、で、こう開けて、ああ、そうか、まあチェーン大きいから一番大きい箱か。とか言ってんだけど。チェーンから行くのね。いや、一応下から行かないみたいな思ってるのよ。そうだね、どんどんね、レベル上げていくというか。じゃあ、こっち、もうこれ、自信作ですよ、ね。おぉ、来た。パカって開いたらさ、もう、でっかいチェーン置いてあるの。来た。で、まあ、やっぱいいわけ。いや、もう、すごいし。ギラギラしてるよ。で、やっぱ、俺も想像してたし、海外のラッパーの人とかいろんな人もつけてるから。うん、まあ、夢の一つだよね、それ手に入れるし。欲しいと思ってた、憧れのものだったから、すごいなと思ってんだけど、うん、これやっぱ、落ち着いてるふりしてさ。うん、ああ、やっぱ、これいいっすね。もっと話しろよ、そこは。いかついなぁ、やっぱ。これつけたら結構首凝りそうっすね、とか言って。でかくないって思ってでかーって思ってんの、俺はもう。どうしますつけますかって言って。見た方がいいっすよね、とか言って。あー、まあじゃあ今日の、これ、シャも、これつけて出ちゃおうかな、とか。じゃあちょっとこれ衣装に合うかどうか、ちょっとシャツ先着るわ、とか言って、こうシャツ着たりしてさ。で、その、じゃあ上からつけちゃいますね。こうやって、こう、後ろからさ、こう、つけてもらうんだけどさ。ゆっくりやってよ。ゆっくりやってよと思ってんだよ。俺、こう、鏡見て。あ、でも合いそう。あっちの、タートルネックの方が一緒的に合うかな。タートルネックやったね、黒。そう、言ってんだけど。
心臓をバクバク、ゆっくり言って、ゆっくり傷とかつけないでねってこう、ゆっくりこうつけてさ、こうつけてもらって、どうですかみたいな。で、鏡見て、俺もこう、もう、それ高価なものじゃないみたいな、こう触ってさ。いっぱい触って。もうほぼ自分のものだし、みたいな。こう触って、うん、ああ、いいなーとかやってんだけど、重いって思って、首取れちゃうよって思いながら。ほんと重いよね、それ。思いながらつけてさ、似合ってますね。で、これ、取るときなんですけども、ここをこう、外していただいて、接続部分を下に押して、チェーンをこう、引っ張っていただくと、取れます。これから取ると、ご自身取られると思うので、やってみたらいいんじゃないですか。そうね、練習だ。あ、じゃあやってみます。つって、こう、パカッて外して、そこも硬いね。これ、やっていいのね、取っていけんの、石とか取れないね。待って、これ、押しちゃって引っ張るのこれ。チェーンのとことか取れないのかなって思いながら、お前はどういう感じで。あ、ま、あれ、結構硬いっすね。取れてさ、冷静に取れてさ、もう早くしまって早くしまってと思って、あれとりあえず次行きますか。来た。じゃ次取りにしますから。あまあ次もね、何でも。何で。でじゃあ次メダルのネックレスいっちゃいます。お前に二番目。二番目だ、もうそういう順番だ。来てさ、まあこれも案の定こうつけてもらって、めっちゃかっこいいんだよ。でもやっぱりさ、ビビるじゃない、いいものだから。でそれもさ、こう、これはもうこれ取らなくてもチェーン部分大きいんで首からこう通せちゃいます。長いね。で首からこうやっていった時にさ、チェーンがギーンとかなって取れないかなとか思ってて、思いながらお前はこうもう普通に、ああいけちゃうんだな。結構長めで、結構長めでオーダーしましたもんね。ねえつってつけて、でこうやってやってさ、これあのチェーンと合わせたらやばいっすよ、つけますかって。あ、振ったやつだ。で、あじゃあつけてみようかなとか思って言ってんだけど、これチェーンとチェーンぶつかり傷つけるねってことになってんだけど、思うやつ。ああ、まあじゃあ一応合わせてみちゃおうかなってつけてさ、で、ああいいっすねとかって。で、次、じゃあ、指輪いきますか。来た、最後。で、まあ、指輪値段できると一番安いし、もう、サイズもちっちゃいじゃん。で、これはこういうデザインがいいって俺が言って、手彫りで彫ってもらってもらうんで。いいよ、いいよ。指輪もかなり自信作です、バカ。結構いいのよ、マジで。めっちゃオシャレだし、いいんだけど、もう、この2本の後はビビらないの。俺はもう、もうね、衝撃が強すぎてね。もう、俺は。ね。で、おー、いいっすねーとか言ってんだけど、弱い。もう逆に。めっちゃいいんだけどね。衝撃がでかすぎて、そのネックレスも。で、まあ、こういろいろやってさ、で、こう話しててさ、もう俺もさ、まあ、この3も、この3つでどうですか、はい、あ、いやもうほんといいんで、とか言ってんだけど、うん、内心めっちゃビビった、はい、これ、俺、これ、あ、これでって言ったらもう買うんだよな、とか思って。買いますよ。うわーとか思ってて、で、これ3つつけてみたらどうですかみたいな言って。3つ全部つけてさ。全部つけた。で、鏡にこう映したり、コストーンズのさ、グループラインに送ったさ、ね、写真とかをこう撮ってさ、自分で眺めたりして。ニヤニヤして。眺めたりしてたらさ、なんか、あんだけブツくさいって言ったけど、めちゃくちゃいいなってなってきて。いや、いいよ。なんか、俺これ憧れてたやつ全部変えたんだよなと思ったら、急に胸が熱くなってきて、気づいたらその、オーダーのジュエリーの人と固い握手結んで、俺次、ブレスレット作りますって言ってた。最後に。言っちゃった。ガッて握手して、いろいろブツクサ言ってたんだけど、眺めれば眺めるほど、なんか感動するものがあって。やっぱ結局いいじゃん。いいよ。めっちゃ気に入ってるし。その握手した時のその指輪が触れたわけじゃん。触れた時どういう気持ちなの。え、やめてやめて、お前、やめて、触れないでって思ってたけど。もう気づいたら固い握手をして、俺が、次、ブレスレット行きますって言ったら。楽しみだ。ぜひ。ノリノリだ、そりゃそうだ。まあ結局買ってよかったなってことで。よかったよ。やっぱね、いろいろ。頑張ってきたのよ。いろいろブツクサ言ってたけど、やっぱ欲しいもの買ってくれたし、ただしばらくはいろいろ我慢しないとなと思う。そうね、値段的に。セブンネットショッピングって CD、DVD、雑誌などの豊富な品揃えの他に何がいいんだろう。その質問わしが答えよ。商品は全国にあるセブンイレブンで受け取れるんじゃ。さらに7個ポイントやセブンマイルが貯まる。ロジャー便利でお得じゃないか。推し活の味方、セブンネットショッピング。9月22日に開催された参加資格25歳以下の新たなお笑い賞レース、アンダー25お笑いチャンピオンシップ決勝戦のアーカイブチケットを販売中。決勝戦の MC はカモメンタル、かがや。合わせて600組の頂点を巡る若者たちによる熱き戦いをお見逃しなく。アンダー25お笑いチャンピオンシップ決勝戦のアーカイブチケットを1800円で販売中。アーカイブは10月6日日曜日まで。詳しくは大会公式ホームページをチェック。ストーンズ日記、ラジオネーム縦島横島。俺はラジオパーソナリティとして悩みがある。
今日は思い切って尊敬する大好きなあの人に相談のメールを送った。キョモメロタン、こんばんるん。いつもキョモメロタンのラジオを楽しみにしてるにょ。どうしたらキョモメロタンみたいに面白いラジオができるか教えてほしいにょ。大好きだぷー。メール読まれるといいな。いや、読まれたいね。あれ俺じゃないよ。みんなあれ俺じゃないですよ。おい、縦島横島、お前のせいで、あのメール全部俺だったみたいになるじゃないか、お前。プーってね。たまにでも、たまに出るのよ、ジュニもやっぱり。俺じゃないって。出るのよ。じゃあみんなやめて、俺じゃないよ、あれ。とかでも。あれ、まだって、これからあのコーナーやるたび全部俺だと思われる、これ。違うよ。そうそう、あれ俺送ってないからね。あれ俺どっちかというとあれキモいと思ってるからね。あれ俺じゃないからね、みんな。だ収録とか押してる時とかね、うん、何なんだよこれ、もう本当にジュリタンプーって、ね、怒るのよ。そう、裏のエピソードまで言うと本当みたいになっちゃうから。いやそんなことないですからね。そうっすよ。オールナイトニッポンサタデースピッププー。世界を広げる音がある、ラジコ。日本放送開局70周年、三四郎のオールナイトニッポン10周年記念バチボコプレミアムライブ in 日本武道館。チケット完売につき追加販売が決定いたしました。ポケットの奥にちょっと残ってました。ゲストも来てくれます。不良、ハンニャ、カナダ、レーザーラモン、 HG、 クリーピーナッツ、 R 指定、&モア。バチボコプレミアムライブ in 日本武道館、チケット追加販売は10月11日金曜18時からです。詳しくは番組公式 X または日本放送イベントホームページをご覧ください。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ふい、じゃあメール読みますね。いいや。ラジオネームカンパネラさんからです。はい。とうとうこの時が来た。ジェシーの声の光を目指して、我々はついにここまでたどり着いた。すべての同志たちよ、立ち上がれ！真実のラジオをこの世界に放てー！イエーイ！めっちゃ喜んでない？ね、この時のために頑張ってたみたいになってるよね。そういう方もいいんですよ。まあまあね。嬉しいです。中にはジェシーの聞いてみたいって人もいたと思うけども、あんまり俺がいる時に送らない方が良くない？このメール。しかも俺が読むからね、これ。俺がさ、ごめん、真実のラジオを追って、俺が読むの分かってるかな、カンパネラ。続いてラジオネーム、スライミーさんからです。ジェシーが MC のオールナイト。この瞬間を待ってたんだよ。俺たちも、全力で分からせやんよ。おい、リトルソン、やってやろうぜ。次世代のレディオスター様の誕生じゃー！ねえ、やっぱめちゃくちゃ喜んでるよね、リトルソン。だからあんまりやめた方がいいんじゃないかな、その、俺、やってれたし、あとその、2ヶ月後俺戻ってくるからね、みんな。勘違いしてるけど。大丈夫、俺はお前の MC だよ。ジェシーが引き継ぐんじゃない？そうね。いいんだけどね。ジェシーがやるってことも俺は楽しいと思うし、別に俺のラジオじゃないからね、ストーンのラジオ。